ドンアビアは、ロシアのロストフ州ロストフな、ドヌに、かつて存在した、航空会社であった。アエロフロートロシア航空の子会社であり、国内路線だけでなく、中東諸国等への旅客便や貨物便の運航を担当していた。前身は、アエロフロートソ連航空の、ロストフ航空総局であった。1991年のソ連崩壊に伴う旧、 アエロフロート解体によって独立し、ドンアビアとして運行を開始した。2000年にアエロフロートが株式を取得して子会社化した。同年4月13日から社名をアエロフロートドンに変更し、アエロフロートの完全子会社となった。2009年9月25日にアエロフロートドンからドンアビアへ社名を変更した。2016年3月27日付で、 オレンヤアと共に、ロシア航空に吸収合併され、ドンアビアとしての運航を終了した。ドンナビアの津 -134 型機ドンナビアのいる -86 型機保有する機体は、ロシアの多くの航空会社と同様に、旧ソ連製の旧型が多く、中距離旅客機を津 -134 型機や津 -154 型機のほか、 旧ソ連最初のワイドボディ機であるイルマイナス86型機が運行されていた。ただし、近年はアメリカ合衆国製のボーイング737型機への更新が進められている。この動きは、親会社のアエロフロートがエアバス A320 型機を導入しているのとは異なっている。ありがとうございます。